おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。先日ツイッターで、なんか音が中央に寄ってるっていう風に言われて、確かにそんな感じの設定をできるやつなんですよ、自分の方は。で、それちょっと間違えて設定やっちゃってるんじゃないかなと思って、その時から、今ずっと同じ感じで撮ってたんだけど、今回ちょっと変えてあるんですよね。何か変化あるようでしたら、ぜひコメント欄で教えてください。モノラル、ステレオモノラルとかそこら辺の話なんだけどね、音が中央に寄ってるのか、それとも左右からちゃんと聞こえてるのかってことですね。まあ左右から聞こえてるんですけど、左右から聞こえてる中で中央に寄ってるか寄ってないかっていう話ですね。ちょっと分かりにくいんですけど、違和感があるかないかの方で、皆さんの協力を仰ぎたいと思います。よろしくお願いします。さあ行きましょう。狭くね。全然自分は編集してる時点では気づかなかったんですよね。うお、そういうことか。これ入れんのか。入れます？これ、あの角度だな。あの角度ならいけるんだな。これだと今ちょっと右上に勢いがありすぎますよね。もうちょっとこう下がった時だよね。この辺からちょっと早いか。この辺か。今のでダメ。じゃあこれしゃがみ確定だね。しゃがみ確定ですね。今のでもダメ。嘘だな。オッケー。上のガリガリの、ちょうど南西方向にあるあたりですね。で、トゲの、くるくる回って、この先っぽのとこ狙っていくとゴールできるみたいですね。これ行きましょうか。上から降ってくんだろ。よいしょー、ぶね、今死んだと思ったわ。あぶねー、かわさなきゃいけないんだ。挟まれて死ぬ。アッシュがあるからな、気をつけないと。あ、パックンなんか変。面白い。あ、これ普通にぶっ壊せんじゃん。全部壊していこう。これ中にさ、このブロックの中に鍵を仕込むっていうことはできないよね。ということはボム兵だな。あ、そういうことか。そういうことか。上から降ってきますよーで、ボム兵ちゃん倒しますよーってあれだったのね。ボム兵がよく見たらボムキングになってるじゃないですか。ボムキングはあのマリオ64のね、一番最初のボム兵の戦場っていうところに出てくるボム兵のでっかいやつなんですけど、そいつにもね、こんな感じでヒゲが生えてて、あと王冠がね、ついてたんですけどね。この特殊なパックもなんか、いいですね。マリオカート8のスイートキャニオンで出てきそうな感じのパックですよね。ホワイトチョコレートパックみたいなね。絶対美味しくないですよね。でもまあ、ゲテモノほどうまいって言うからな。でもゲテモノ食おうっていう気にはならないよね。俺は無理。無理です。たまにいるよね。平然と食べる人。変態かな？いや、変態かなとか言ったら失礼か。失礼だな。でも、ついつい思ってしまいますよね。お、やばい、スルーしてしまった。いやー、そういうことか。なるほど。親はスルーできないんだ。でもこれしゃがんで、ここでこうやってれば、勝ちゲーですよね、これね。そういうことだったのね。なるほどね。ででんてんててん。てんてててんてててん。と、今度は下から来るんだ。これ結構難しいですね。あ、じゃあ、いいんだ。普通にこうでもいいんだ。踏み潰せるわ。よいしょい。普通に体当たりでも OK ですね。進撃のド M？ 進撃のド M？ なんかアニメできそうだな。進撃のド M。これは何？このスター状態は何よ？スター状態だと何なんですか？別に特に何も変わんなくね？お。もみあげ。
もみあげ、たんたんたたん、もみあげ、たんたかた。おー、もみあげ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 。あ、終わってた。ヘイヨー、ヘイヨー。お疲れ様でした。楽しかったね。マリオやってるって感じだった、久々に。いつも難しいコースの入るからな、1本あたりに1コースくらい入ってくるから。8月の10日にいただいたコースですね。結局難しいコースがあるのかよ。ビッグな甲羅にジュニアを添えて。ジュニアを添えちゃった。どうすればいいんだろう。あーしょ。あー、突破法が見えませんね。お、これでいいんじゃない？よーし、OK！ やっとゴール法分かったわ。よいしょ、OK！ お疲れ。さあ、じゃあこれやって終わりましょう。楽しそうじゃん。モンスターの船。モンスターズボート。おー。ああ、そこ取られた。マジか。これは、上から降ってくるよね。タン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 。これ結構難しいよ、踏むの。右にスクロールしてるから。タンタンタラちゃん、上から降ってくるぞ。タン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 。これさ、右にスクロールしてるからさ、やたら難しい。いやー、取られた。こいつら厄介すぎる。すんげー厄介。あ、救済が来た。そこ取られそう。そこ取られた。せっかく救済が来たのに、今度ボムヘイちゃん来んのかよ。どうすんのよこれ。ここなら爆発巻き込まれないけど、できればトゲを巻き込んでほしかったなー。お、やった。ステージ1クリアだ。補給は？やったね。中間ごっつぁんです。また同じミスした。あぶねえ。もうほほほできなくなってた。吹っ飛ばして、あ、救済来たね。オッケー。よし。トゲ倒したの大きいぞ。うわ！こいつ踏めるよね。わざわざ踏みに行かないけど。一回踏んどきます。あー、うわー、ぶね。ふー、ぶね。はい、倒してくれてありがとう。仲良しかな。イエーイ。ういひょー、あめすごい声出たな。うひょーって。やばいやばい、こいつ倒しとかないとダメなんだ。こっち入った方が多分楽チンルートなんじゃない。うわー、1アップじゃ全然嬉しくないよ。でゴール、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。